はい、酒好きな、元新潟人の飲酒動画です。今日は、久々にウイスキー買ってきました。ですね、スーパーでですね、値引きされてた、ジョニーウォーカーのダブルブラックです。値段がですね、本体が、税込みで、2894円となってたんで買ったんですけど、後々家帰ってアマゾンで値段見たら普通に2900円ぐらいだったんで、値引きとか関係ないやんと思って。買った意味が、もっと安くなってるはずやったのに、というか、はずだったのに、というよりね、まあ、全然値引きされてなかった件について。どこが値引きやねん。原産国はスコットランド、アルコール度数 40%、内容量が 700ml、原材料がモルトとグレーン。となっております。まあ、どちらにしろね、ダブルブラックは、飲んでみたかったんで、まあ、いいでしょう。ジョニーウォーカー。おー、黒いね。真っ黒や。真っ黒や。瓶が真っ黒や。かっこいいっすね。いいっすね。ジョニーウォーカーのブラック、ブラックラベル。で、アルコール度数 40% だったっけ？ちょっと高かったような気がするけど。これは 40% なんですね。それでは早速飲んでいきたいと思います。久々やね、ジョニーウォーカー。でもブラックラベルはね、正直、そんなに、あれやったな。感動しなかったな。味としては。それではいただきまーす。まあ、ジョニー・ウォーカーといえば、ブレンデッドウイスキーの最高峰といえた、言われているというか、一番売れているメーカーですかね。ブランドというか。あ、結構おとなしいですね。なんか蜂蜜のような甘みと、でもそんなにスモーキーさはないですね。いや、スモーキーなんだけど、カリアとかに比べると、スモッキーじゃないな。あ、しまった。すっかり忘れてた。チェイサー持ってきてない。高いウイスキー飲むときはやっぱチェイサーはいるね。ジョニーウォーカーダブルブラック、ブラックラベルでは12年表記で、ダブルブラックでは年数表記はされていません。ってことはどうなんだろうね。ブラックラベルは12年だったけど、こっちは年数表記がないから、どうなんでしょう。
あんまりこのアルコールの辛みっていうか、あれがしないのが特徴かな。チェイサー飲んだ時のこの甘さっていう、なんか水の甘さが感じられるのがいいね。ダブルブラックって何年以上のあれなんだろう、ウイスキーなんでしょうかね。まあ、ブラックラベルに比べると、明らかにスモーキーなのはなんとなくわかるんだけど、ブラックラベルはどっちかというとそんなにスモーキーじゃなかったからね。だから俺あんまり、美味しいと感じなかったんだけど、酒齢の若干若い酒を使ってブラックラーベルよりも香りの強いものを目指したというのがコンセプトらしいです。こちらね。ダブルブラックは、その表記がないので、若い年数のやつも使ってるみたいですね。ジョニー・ウォーカーのメインモルトの一つはアイラ島のラガブーリンらしい。というのは結構有名なんですけど。まあ俺ラガブーリン飲んだことないからね。ラガブーリン確か6000円ぐらいするんで高いんです。まあいつか飲んでみたいですけど。いかんせん高いからね。お、ビッグカメラ .com。ストレートにおすすめな商品はこちら、マッカラン12年だって。マッカランうまいよな。はっきり言って、うますぎるレベルのうまさだけど、高いんだよな。値段5000円以上するもんね。タリスカは10年。タリスカもうまい。シーバスリーガル。水ならエディション。これは俺シーバスリーガルはあんまり好きじゃないんで。いいかな。オンザロックスにおすすめな商品はグレンリベット12年。グレンリベットうまいよな。グレンリベット、グレンリベット。なんだっけ？なんだったっけな。グレンリベットじゃなくて、俺グレンリベットは好きなんですけど、グレンリベット12年。なんだっけ、ウイスキーのスコッチのさ、似たような名前のやつあったよ。なんだっけ。スコッチウイスキーの、あ、グレンフィディックね。グレンフィディック。グレンフィディックは俺あんまり好きじゃない。グレンフィディックよか、グレンリベットの方が好きなんですよね。
グレンリベット12年はうまいよな。これ超コスパいいと思う。値段も安いしな。すげえ値段。2000円ぐらいやろ、これ。グレンリベット2500円ぐらいか。うまいよな、これな。ロックで、ジョニー・ウォーカーダブルブラック。あ、安い。ビッグカメラだと、あれやぞ。ポイントが175ポイントもつくよ。すごい安い。そしてメーカーズマーク、レッドトップ。そっか、メーカーズマークも3000円ぐらいするんやな。メーカーズマークは俺そんなに好きやないっていうか、あんまりね、バーボンはあんま好きじゃないんですよ。ハイボールにおすすめな商品、ジャックダニエル。個人的にジャックダニエルは、あれだな、ロックだな。ホワイトホース。ああ、ホワイトホースか。俺はやっぱり、ハイボールといえば、ジョニー・ウォーカー、レッドラベルなんですけど。安くて、スモーキーさを、ハイボールにすると、スモーキーな味が感じられるようになるんで、すごい美味しい。ワイルドターキー、アメリカンハニーになってる。これ飲んだことないですね。まあ、そもそもだから、ワイルドターキー自体あんまり好きじゃないんで。で、大体バーボンがそもそも嫌いなんで、あんまり。そこなんだよな。ビッグカメラなら、全国配送無料。なんですね。ビッグカメラ結構いいの売ってたりするのかな？ウイスキー。うわ、たっけえ。やっぱマッカランはたっけえな。ジョニー・ウォーカーブルーラベルが12,850円。たっけえ。これも飲んでみたいですね、ブルーラベルね。まあ、これは、俺が、飲むのはもう、ね、もうダブルブラック今回飲んだから、次なんだ、プラチナだっけ？プラチナラベルだっけ？金ピカラベル？金ラベルだっけ？ゴールドラベルとか、そんな感じじゃん。そういうのを、まあ、順を追ってこう飲んでいきたいんですよ。なので、ちょっとまだかな。ジョニー・ウォーカーシリーズ。ジョニー・ウォーカーシリーズ。ジョニー・ウォーカーシリーズは全部で何があるの？レッドラベル、ブラックラベル、ゴールドラベルっていうのもあるみたいですね。で、その後にプラチナラベル。かな？ジョニー・ウォーカー、レッドラベル、ブラックラベル、ダブルブラック、ゴールドラベル、プラチナラベル。で、ブルーラベルと。これ、ブルーラベル載ってねえな、このサイト。ってことは、次飲むとしたら、ゴールドラベルか。
ゴールドラベルは、特に書いてない。年数表記がない。年数表記がないですね。ジョニー・ウォーカー。ゴールドラベル、プラチナムラベル、プラチナムラベル、ゴールドラベルが4000円ですね、大体。大体4000円ということになってますが、そしてプラチナラベルが6000円、で、ブルーラベルが1万2000円と。うん、美味しい。美味しいですね。うん、ただ3000円っていう値段を考慮すると、うん、3000円、うん、やっぱりあれかな、シングルモルト3000円のやつ買った方がいいような気もするんだよね。個人的には。そこがちょっとあれやけど。ちょっとそんな感じはするはするんですけど。まあ、美味しいことはまあ間違いないんだけど、おすすめできるかっつうと、そんなにでもないんだよな。3000円だし、これを買うかって考える。難しいっすよ。だって3000のウイスキーってシングルモルトだったら結構あるもんね。シングルモルトウイスキーやったらさ、うまいやつ結構あるね。3000円ぐらい。オールドパーとか飲んだことないですね。オールドパーもうまいらしいっていう話は聞いた。これもスコッチやしな。グレンリベット12年が3500円。あ、こんなもんないや。案外高いですね、3500円。でも微妙か。オールドパーだと、オールドパーの12年が2680円。オールドパーってこれシングルモルトだか、これブレンデッドか。ブレンデッドだね、これは。オールドパーもブレンデッドか。案外3000円ぐらいの価格帯ってあんまないねんな。あんまりないかもね。ホワイトホース12年とかも飲んだことないね。これ2000円やけど。ホワイトホース12年もうまそうやな。ホワイトホースも結構スモーキーやったからな。美味しいんじゃないですかね。微妙っすね。あんまないかもね。3000円未満の価格帯。2800円とかの価格帯でいくと。3000円未満の価格帯で有名なところって、これ以外に多分ないかもね。3000超えたりするもんな。それやったらまあ、
でしょうか。え、ゴールドラベル。リザーブか。これリザーブって何？ゴールドラベル、リザーブって。ジョニー・ウォーカー、ゴールドラベル、リザーブ。リザーブってどういうこと？ゴールドラベルリザーブなら普通に4600円ぐらいで売ってんやけどな。ゴールドラベル。あ、やっぱゴールドラベルっていうのがリザーブなんですね。案外そんな高くないですね。これに1000円ぐらい足せば、1500円ぐらい足せば買えるんや。ゴールドラベル。なるほどね。微妙っすね。3000円未満の価格帯だと、あんまないもんですね。意外にないもんですね。それこそやっぱオールドパワーとか、シングルモルトになるとやっぱ3000円以上になっちゃうんだよな。シングルモルトっていくらぐらいするの？値段的にやっぱ結構高いねんな。少し前だったらシングルモルト余市とか、ああでも余市4000円は超えてたか。シングルモルト。3000円未満だとグレンフィリック12年になるか。シングルモルト。2447円。まあ、グレンフィリックがあんまり好きじゃないからな。あ、一応3000円未満でギリギリ2999円で、楽天にボーモアが12年ありますね。それだったらもうこれ一択でしょ。ボーモア一択でしょ。もしくはラフロイグのクォーターカスクっていうのもあるな。タリスカは10年もある。ギリギリ。タリスカは10年か。タリスカ10年。タリスカ10年結構辛いんだよ。結構アルコールの味がドカッとくるからな。ラガブーリン。タリスカは10年か。シングルモルトだよね、これ。タリスカは10年。もうそれなりに美味しいんだけど。まあでもダブルブラックもそこそこ美味しいからな。タリスカは10年。でもボーマーが3000円以内で買えるっていうんだから、やっぱりそこはボーマー買うべきなんじゃないか。と俺は思いますけど。せやね、これ買うんだったらボンボン買うかな。楽天で3000円以下でボンボンが買えるっていうことだと、やっぱりそれやったらボンボン買うな。まあそこそこ美味しいんじゃないですか。4444です。ご視聴ありがとうございました。